佐渡が学部屋は、日本相撲協会所属で、二所の関一門の相撲部屋。二所の関部屋に所属する、元小結び、琴二式が1955年5月場所限りで、引退して、年寄り、十一代佐渡が学を襲名すると同時に、数名のうちで死を連れて、分家独立する形で、佐渡が学部屋を創設した。十一代は、横綱、琴桜、大関、琴ヶ浜、 関分け、長谷川を育てたが、1974年7月場所中に急生した。11代が成居したため、1974年7月場所前に引退して、年寄り11代白玉を襲名したばかりの琴桜が名跡変更し、同年7月に12代佐渡が学を襲名して部屋を継承した。12代は、 精力的に弟子のスカウト活動に力を注ぎ、仙台時代からのうち弟子だったこと風を大関に育て上げたほか、関脇、こと、富士や関脇、こと二式など、幕内力士を数多く育て上げ、佐渡が学部屋を大部屋へと成長させた。十二代が2005年11月場所13日目に定年退職を迎えたため、向こう用紙の幕内、 ことの和歌が同日に現役を引退し、年より十三代佐渡画学を襲名して部屋を継承した。直後に、先代からの弟子であること欧州が大関へ昇進し、二千七年にはこと三月、2011年にはこと正菊が続いて、大関に昇進した。二千六年六月にはこと欧州を筆頭に十三人の所属力士が、イスラエル外務省の招きで現地を訪れ、 親善相撲を行った。1965年1月場所から完全ベア別相当り制度が導入されたが、その時点で幕内力士を出していた部屋の中で唯一、現在に至るまで幕内力士を絶やしたことがない。所属力士は、ことという一字が頭につけられた、仕込名を名乗っているが、これは11代の故郷である香川県関音寺市にある。 こと団やワタグーに由来している。ことみつきが初土表示に名乗ったことダグーなど、本名で土俵に上がる場合でも、本名の前に、ことの字をつけて宿名を作ることが通例である。十二代からは、ことという字は今に王になるという意味だと伝えられた。ただし、これは1975年あたりからで、それ以前は、長谷川のように本名を名乗る力士や宿名に、 ことのつかない力士も多く存在した。部屋の中での故障は、ことの部分を省略される。佐渡が学部屋から直接分家独立した例は、小車部屋を創設したこと風、鳴ト部屋を創設したこと欧州の二例。その他、こと二式が引退後に小車部屋へ身を寄せ、その後、朝日山部屋を創設して、伊勢ヶ浜一門へ移籍した。 横綱大関関は手小結び前頭横綱現在の佐渡が学部屋とは違い高佐護系列であった。横綱男女の川は入門当時は高佐護部屋であったがその50代佐渡が学の弟子となった。戦前の相撲部屋で唯一埼玉県に本拠を構えたことのある部屋であった。横綱ありがとうございます。